ハイドロプレーニングが発生している状態の概念図ハイドロプレーニングを発生している車両ハイドロプレーニング現象またはアクアプレーニング現象とは自動車などが水の溜まった路面などを走行中にタイヤと路面の間に水が入り込み摩擦力が失われること水膜現象とも言うこの状態では水が潤滑剤として作用しているため タイヤと路面の間の水の量が減るまで、加速、う打、制動のすべてが制御できなくなる。なお、パワーボートやプレジャーボートなどでの高速走行において、船底の多くを水面上に出し、水の抵抗を軽減する走法も、ハイドロプレーニング、または単にプレーニングと呼ばれる。タイヤの溝パターンの最適化や、路面の排水性能を高めた、 排水性補装の採用などにより、ハイドロプレーニング現象の抑制が可能である。ハイドロプレーニング現象は、路面に溜まった水の量が、タイヤの排水能力を超えた場合に発生する。当該現象が発生する臨海速度は、負荷加重とは無関係で、タイヤの空気圧に依存するとする研究がある。具体的には、以下のような状況下で発生しやすい。 完全にこの状態になってしまうと車のコントロールが全く効かなくなるので運転手にできることはなく、この状態が解消されるまで成り行きに任せるほかはない。摩擦係数が極端に低い路面凍結と同じように、急な操作もスピンに陥る可能性があるため、ハンドルをきちんと保持したままアクセルペダルからゆっくり足を離し、タイヤの摩擦力が回復するまで何もしない方が良い。 なお、飛行機は、着陸時に滑走路が湿っている場合、タイヤを滑走路に強く当てて着陸することで、ハイドロプレーニング現象を防いでいる。小石正隆。7、21ページタイヤのハイドロプレーニング現象と、計算力学3、タイヤのハイドロプレーニング現象。日本機械学会計算力学部門。2021年5月24日閲覧。 タイヤ工業における、シミュレーション技術について、日本複合材料学開始ボリューム27、ナンバー 1P40 から 48FM と、FVM による路面とタイヤの連成解析に本ゴム、境界紙、ボリューム80ナンバー 4P159 から162、透水性アスファルト舗装の車道への適用に関する、検討舗装工学論文集、ボリューム 5P47 から52、 高速道路における排水性舗装の現況と課題土木学会論文集ボリューム1994ナンバ、no. ー 484P1 から9特集移動輸送と混性流タイヤのハイドロプレーニングについて混性流ボリューム27ナン、no. バーに P102 から109飛行機がドッスンと着陸するのはむしろ高度な技林先生の解説が話題に調べ https sirabee.com スラッシュ2017スラッシュ1スラッシュ04スラッシュ20161398588スラッシュ2017年12月11日閲覧 ASN エアクラフトアクシデントボーイング r c 1 3 5スリベットボール59から1491シェムや AFB、AK、ありがとうございます。